コウモリダコは、コウモリダコ目、コウモリダコ科に属する上位分類の定めが大統足類。厳正するのは、ルイ・インフェルナリスの一種のみである。熱帯、温帯地域の約600メートルから900メートルにかけての深海に生息する。体長は約30センチメートル。ヒレの付け根には青白い光を発する発光器を4つ備えている。学名は、 バンパイアのイカを意味する俗名、バンプイロトゥーシースと、地獄のを意味する形容詞インフェルナリスからなる。コウモリダコは、酸素の少ない海域に適した不活発な動物である。研究によると、吸血イカの別名に反して生きた獲物を積極的に追うことはない。敵に遭遇すると、前述のように足の膜を裏返して、トゲで体を包み込む。このトゲは、牙のようにも見えるが、 実際には肉質のフレゲである。主食はマリンスノーであり、触手が変化した2本の長いフレイトで周囲のマリンスノーを集める。フレイトの先端に吸盤があり、そこから粘液を分泌する。マリンスノーは粘液でボール状に丸められた後、足の裏側にあるゲを通じて足の付け根の口へ運ばれる。胃の内容物から魚の鱗やイカの一部が 見つかっているが、生きた獲物を捕食したものかは分かっていない。コウモリダコは、実際には、イカでもタコでもなく、それらが種として分化する以前に存在した素型を継承している原生種であると考えられている。分類上も、八腕型状、木、十腕、形上目、そして、独立のコウモリダコ上目と、本種が属すべき分類区分をめぐっては、諸説あって定まらない。 禁煙のものは中世代ジュラキに多く、当時は多様性をもって繁栄していた。ありがとうございます。